壁面の緑化をやらせていただいています。緑の産業と言います。こちらにまず見ていただきますが、どこにでもありますよね。ペットボトルです。ペットボトルに今これ増加でやってますけども、植物をこんな形で横から植えちゃうんですね。そうするとこういう状態になりますけども、これをいくつかよいしょ並べていくと、こういうような状態で一つの塊ができてくるんですが、このままですといかにもペットボトルっていうのが見えちゃいますので、表面がこういう形でカバーで覆っちゃってます。これココナッツファイバーシートっていうヤシの実の繊維なんですけどもね、これでパッと見た感じはペットボトルっていうのは分からなくなります。これ今ずっと見ていただきまして、これは水やりのシステムの模様です。植物の管理の中で一番大変なのがとにかくお水をやるっていう作業なんですが、こちらに今滴が落ちているのが見えますでしょうか。ちょっと小さいですね。ポト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 と落ちてます。滴ですね。これがどん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 と来て下の雨どいまで水がたどり着きます。これがこちらにありますように薄いタンクの中に水は入ります。でこの中に水が溜まっているものをあそこの、ソーラーのパネルで電気を起こして中のバッテリーに溜めておきます。その電気を使いましてポンプで水を上げていくということですね。ですので電気代も水道代もかからずに、このシステムはこちらにあります自動水やりコンピューターで好きな時に好きなだけ水やりができるというシステムです。なんといっても電気代と水道代がかかりません。非常にこれの特徴を表しているところだと思いますね。これが今いろんな壁ですね。建築現場の壁であったり、リフォームの壁であったり、お店屋さんの前のショーウィンドウであったり、そういったところに簡単に緑地ができます。これを今度の春はイチゴでやろうと思ってますけどね、これはまた乞うご期待ということで、東京も大阪も名古屋も世界中が今地べたが貴重になってきてます。ですので地べたの使わないお庭ということで、これからどん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 出ていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。